listening to Shibuya Cross FM. マジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組はエルロン・ハバード著作幸せへの道を普及している The Way to Happiness Japan の提供でお送りします。幸せへの道はより良い人生の道しるべとしてサイエントロジー協会から推薦を受けています。さあ今月も始まりました、マジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組のパーソナリティは大橋めりさです。はい、今回もザ・ウェイ・トゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村敦さんとお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでもう11月ですよ。11月ですよ。ねえ、ちょっと月日が流れるのは早くて、今年も残すところあと2ヶ月、ね、あと2ヶ月、うん、いや、あっという間でしたね、うん、何か最近なんか印象に残ってることとかあったりしますか、中村さんは。まあ僕は選挙ですね。選挙行きましたか。選挙行きました、はいね、当日です。当日に行かれましたか、はい、大橋もそう言ったんですけど、大橋毎週日曜日にパッションで撮影会という撮影会が開催されておりまして、はいはいはい、まあ、お台場だったりとか最近葛西臨海公園でも開催されてるんですけど、うんうん、それがあるので、うんうん、あの選挙に行くと大体期日前投票なんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよね。行くとしたらで期日前に投票しました。大橋も偉いね、うん、家族でよし行こうっつって行きました ね、 いいですね、うん、でもなんか、まあ、家族の行事にするのはいいですよね。あ、なんか割と選挙ね。そうなんですよ。うちはみんなで行こうみたいなのが多くて、うんうんうん、で行ったりしますね。なるほどね、うん、結構この選挙があるっていう風になってから家族でも、うん、そうどういう風になっていくのかねって話したりとか、そう、こういうところのこういうのがいいよねとかって言ったりとかはしたんですけど、いいですね、政治にね興味を持って。ちょうど今回は、うん、あの自民党のこの総裁が変わる変わらない、はいはいはい、変わらない変わったか変わるとかっていうのもあったので、こうなんかこうなんていうんですかね、選挙とかそういう政治に関することだったりに、うん、まあ、触れるタイミングが結構あったんじゃないかなって、うんうんうん、そうですね、個人的には思ってたんですけど、ね、ただ投票率はあんまり良くなかったっていう。そうですね、まあ、前回の 2.5% アップぐらいだったということですけども、うんうん、まあ、でも投票するとなんかあの気持ちいいというか、うん、なんか自分 の、 あの意見を言ったぞみたいな感じにはなるんで、うん、とても良かったなというふうには思いますね、うん、やっぱりこう、うん、ね、それこそ若者とかがやっぱりこうなんていうんですか、うん、別にこの日本がどうなろうが誰に入れても変わらないよみたいな雰囲気で言われてたりするじゃないですか、うん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 、でなんかそれが逆にそういうふうに言われてますよねみたいなのが、うんうん、こうテレビとかメディアとかで取り上げられちゃうから、うんうんうん、なんか行かなくていいんだ関わらなくていいんだみたいなふうに逆になってるんじゃないかなって私思ってたんですよ、うんうんうん、なるほどね。そしたらでも、はい、周りの同年代の人はどうですか。同年代の人は行ったり選挙行きました。私が知ってる目の前に座ってる人間は行かなかったらしいんですけどでもなんか、まあ、あのでもニュースとかでもやっぱそれがいけないっていう風になんか思ったのかちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、なんかこう若者でもこのもっと選挙に興味を持とうとか日本の政治に興味を持とうみたいなのを結構今回は発信されてたんじゃないかなっていう風には思ったんですよね、うん、なんか芸能人の人もね、うん、行きましょうみたいな呼びかけをしてたん で、 で、ね、うん、まあいい傾向だと思います。以前よりはちょっと興味持ってる人いるんじゃないですかっていう感じが僕はしてるんですけど ね、 ね、うん、本当にでも興味を持つことによってやっぱりいろいろ知るきっかけだったりとかり、ね、うん、そうそう勉強しますからね、うん、でもなんかね今回もあのいろいろ大波乱というかですよ ね、 なんかねあったみたいですけれども、はい、でも、うん、あれですね選挙特番ってうん、なんであんなに面白いんですかね。ね、まあね、なんかいろんなチャンネルでこう各チャンネルこう、ね、放送されてましたけれども、やっぱりこうなんでしょうね。なんでしょうね。さっきも話してたんですけど、うん、なんかあの、はい、駅伝とかマラソンをね、つい最後まで見てしまうというのと似てますよね。まあ確かに。なんか波乱が起こるのを待ってるみたいな。でも不思議ですよね。だって投票、うん、開票されて、はい、この人に決まりました、うん、ではなく。もうなんていうんですかその前段階から、うん、もうなんていうんですか分かってるか頭角とかが出るの早かったりするじゃないですか。8時になりましたはいみたいな感じではい頭角頭角頭角みたいな NHK みたいな。その時 NHK 見てたんですけど、はい、8時になった瞬間に、うん、あの頭角の数字がずっと回ってんですよ、はい、カラ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 回ってましたね。私も NHK 見てました。あれカラカラカラなんか
スロットマシンみたいでしたね、うん、面白いですよね、不思議ですよね、あそこまでよくわかるんですね、うんうん、でも本当そうですよね、うん、まあでもですね、本当にあのこれを聞いていただいている方でもし今回行かなかったよっていう方もですね、うん、ぜひ次回ね、何かある際はあの、ね、積極的に参加してみませんか、ね、みたいな気分です、私は。なんかあの、うん、香港の、はい、香港の人がちょっとテレビだったかな、なんかで言ってたのは、はい、うん、香港が ああいう風になってしまった、はい、あのその直前の状態 に日本は似ていると。あ、そう、うん、あのね、やっぱり香港の若者も、うん、その自分たち の、はい、そのあそこの香港島のね、はい、を司る政治に興味を持たなかったんですって。でその間になんかこうあんな風になっちゃったみたいなことを言っていて、ぜひ若い人にあの興味を持って参加してほしいということを、その香港の活動をしている人が言ってましたね。でも本当ね、人ごとにならずに、うん、じゃあもう本当にもう今の日本はダメだって思うのであれば、むしろあなたがなりましょうって私は思います。あなたが政治家になって日本を変えていきましょうって。そうです。だってあなたが住んでいるのは日本です、うん、あなたがよくしていかなきゃいけないのは日本だと思いますよ、私は、うん、そうですね。そう、なので今こう不満を持っている方はぜひいろいろ勉強して政治家になっていきましょう、はい、そうですね、日本も変えよう。日本を変えるのは政治家になるだけじゃないですけどね、声を上げることがまず大事だと思います。興味を持って声を上げる。立候補した私ですか、私はちょっとやらなきゃいけないことがあるので、今頑張っている方を、政治家さんを応援して、私は別で、はい、あの発信できることを発信していこうと思います。はい、いいですね、はいはい、というわけでですね、進めていきたいと思います。はい、この番組は日本の若者文化の中心地渋谷で、そこに集う人たちがより良識的で友好と信頼の精神を大切にして、みんなでマジでハッピーな渋谷をクリエイトしようという番組です。ぜひ渋谷に関する情報エピソードをお寄せください。E メールの宛先はマジハピアットマーク渋谷ドットモビとなっております。今日のテーマですね、はい、はい、今日のテーマは、今日のテーマ、うん、日本文化といえばあなたにとって何ですか、はい、っていうのが、はい、まあ、テーマになっておりますので、お便り欲しいですね。ぜひそちらも E メールをお寄せいただければと思います、うん、はい、それでは今日も元気にいってみよう。渋谷クロス FM、まず初めのコーナーはこちら、マジハッピーレシピ。このコーナーはザ・ウェイ・トゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんを中心に、幸せへの道に基づくフリートークをお届けするコーナーとなっております。はい、そうですね。というわけでここからは3人でお届けしていきたいと思いますので、うん、はい、ご紹介をお願いします。黒沢愛理です。はい、リポーターをやってます。リポーター、はい、リポーターをやってます、うん、あ、この番組で、はい、よろしくお願いします。これ語尾だけ強めに吐く。そう、やっと喋れたと思って。なるほど。5分って聞いてたけど、なんか7分ぐらい喋ってるから早く番回ってこないかなと思って待ってた。はい、ちょっとね、熱くなりすぎちゃいました。熱くなりすぎちゃって、あの2人だけにしようと思ってこう頑張ってました。熱くなりすぎちゃいましたけれども、はい、はい、というわけでここからはね、3人でお届けしていきたいと思います。はい、うん、はい、今日は11月3日、はい。はい。何の日だかご存知ですか？いい耳の日ではねえな。おー、いい耳の日なんじゃないの。私でもありそうだよね。耳か、いつだそれ。耳いい形ですか。私はいい形ですよ。本当、耳いい形ですか。わかんない、どう。いや、わからない。でも私は自分の耳はすごいいい形だと思ってるよ。ちょっと検索してみようかな。耳出した方がいいんじゃないですか。そう、だから耳、片耳出てる、出してるんです。そう、私あの耳の形はあの他の人よりはいいと思ってるっつって、うん、あの耳たぶといいバランスがいいっつって、まあね、文化の日ですね。あ、そうだ、はい、文化の日、ちなみに今調べました、ね、耳の日は3月3日みたいな、ね、あ、耳だからね、耳だからね、今日何の日なんだろうね、はい、文化の日はもうそれはもうまあみんな分かってます。祝日にもなってるし、はい、それ以外にはそれ以外になんかあるじゃないですか、毎日が記念日みたいな。何でもあるじゃん。文化の日は文化の日でしょう。他にあんの。いや、文化の日はもうみんなが知ってる文化の日だから、なんかそういうものとかが安くなったりするなんかの日があるんです。なんかそう、あやかった日みたいな、独立記念日だって、ミクロネシア連邦の独立記念日、あとドミニカ国、うん、コロンビアからの独立の日、パナマ、クエンカ独立記念日、めっちゃ独立してんじゃん、めっちゃ独立してるね。なんでこれ11月3日だったんでしょうね。たくさんの国が独立したから独立の日になってるのかな、かもしれない。いろんな独立の日があるみたいですけど、まあ、もう一つはね、はい、これね、
明治天皇の誕生日なんですよ。おー、はい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 、はい、11月3日、はい、そうなんだ、うん、そうなの、おめでたいですね。じゃあもう 大事な日だね、うん、で、その日に、うん、まあ文化の日の話になっちゃうんだけど、はい、でその日に1946年の11月3日に、はいはいはい、今の日本国憲法が公布された日なんです、はい、公布されたっていうのは、まあ、こういう憲法にしますっていうふうに、はいはいはい、まあ、みんなにお披露目された日ね。ほうほうほう。で、半年後の5月3日からそれが施行された、うん、だから5月3日が憲法記念日。あ、はいはい、確かに、うん、確かにそうなんだ。覚えたね、それ小学生とか、うん、なんか授業に出た気がする。そうなんで、それが文化の日になったいきさつっていうのは、うんうん、はいはい、日本国憲法が自由と平和と文化を重んじるように作られているので、うんうん、はい、文化の日。へー、そこから来てるそういうことなんですね。まあ、諸説ありだけど、まあ、それがそうそうそう、まあ、私もそれを見て、あのウィキペディアにそれ載ってた気がする。そうそうそう、そう載ってた、確かに見たら、うん、じゃあそれが一番主流のあれなのかな。ただ明治天皇の誕生日だったっていうのはね、はい、へーと思って、あんまり知らなかったから、うん、へーって感じ。すごいですね。はい、すごいですよ。でもこれに合わせたっていうことなんですかね。だと思います、多分ね、うん、合わせて、そうですね、きっとね、うん、おそらく、うん、そうなんでしょうね、うん、文化ね、うん、文化、文化か、文化、文化の日って言われて、でもなんか私たち何かその文化についてやってきたかっていうと、イベントとしては何かを開催するっていう感じではないですよね。だってほら節分とかほら豆まきするとかさ、そういうのあるけど、うん、そういうのではきっとないんだよね。そうだね。なんか調べた感じだと、まあ文化を進んで、うん、なんか知りましょうとか調べましょうみたいな日らしいんで、私ちゃんと今日ほら文化について、まあ、後ほどたくさん喋るだろうけど、はい、調べたから、うん、ある意味ちゃんと文化の日らしいことしましたよ。あ、何した？そう、なんか例えば文化といえばみたいなやつを調べたりとか、はいはいはい、そう、なんか日本の文化とは何かみたいなのを調べてたんですよ、ずっと。で、なんかその福沢諭吉さんが日本の文化、うん、といえばっていうのをちゃんと確立した人らしい。へえ。なんか調べたら、あの一万円札の、そう、一万円札の人がやったらしい。確立したっていうのは、確立みたいな、そういうの明確にしたみたいな。何が日本の文化なのかみたいな。日本と、そう、日本の文化といえばっていうのを確立したらしい。それもきっと諸説ありだろうけど、一応日本の文化とはって調べたときに、一番上に出てきたのがその記事だから、まあみんなが見てる記事なんだと思う。だからそれは有力なんだと思われる。なるほどね。なんかね、面白いね。自然、うん、をなんか自然をなんちゃらかんちゃらって書いてあった。自然をなんか、ね、はいはい、大切にするじゃないけど、自然に身を任せてやっていく、はい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 、自然を大切にするとかが言うのが、うん、まあ、日本の文化らしい。はいはいはい、うん、面白いですよね。こうせっかく調べたのにこう大体で喋るっていう。もう全然覚えてない。もう忘れちゃったもん全部。せっかく調べたのにこんな感じでしたよ。そんな感じだった。だからみんなきっと今モヤモヤしてるから、うん、みんな自分で調べるから、うん、それでみんな文化について覚えて知識になったね。確かにいいね、きっかけをね、そう、まあ、お届けするっていう。そうそうそう、いいんじゃない、文化の日にそういうことを調べてみるっつうだけでもいいんじゃない。ちゃんと文化の日らしいことしました、うん、だってなかなか文化って言われても、そうね、文化ってなんだろうっていう感じありますよね。毎日浸ってるからさ、わかんない、わかんない、うんうん、ね、外から見た日本の、うんうん、で、あ、こういうのが日本の文化なんだってきっとわかるんだろうけど、うん、この中にいるともう全くわからん。そうだね、なんかなんていうの、当たり前のものってことじゃないですか、うん、きっと当たり前のものが多分文化になっているから、実際にこうね、中で生活してる人っていうか、うん、からするとこれが文化だよねっていうのは、うん、考えてみないと意外と分からなかったりとかもしますよね。あ、そう、まあ、言われてみればそうなんだなっていうぐらいにしか分かんなかった、うんうん、そう、まあ、比べて初めてこうなんていうの、うん、あ、そうなんだみたいなね、うん、ものだから、はい、うん、なのでね、きっと皆さんもいろいろ思う文化があると思いますので、はいはいはい、私にとって日本文化とはこういうものだとか、うんうん、あればぜひね、メッセージをお送りいただければと思います。なくても送ってほしいよね、うん、ちょっとよくわからないけど多分これなんじゃないぐらいのレベルでもいいから送ってほしい ね、食べ物とか、うん、ね、場所とかね、いろいろあるからね、何でもいいよ、お送りいただければと思います。宛先はマジハピアットマーク渋谷ドットモビになってます、ね、お願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、というわけで、うん、まあ、ちょっと DVD をこの辺でご覧いただこうかなと思いますけれども、うん、そうですね、今回ご覧いただくのが今日はですね、はい、幸せへの道の第20章ですね。20、
はい、21あるうちのね、はい、いよいよ佳境ですね、はい、あなたが他の人から接してもらいたいように、うん、他の人に接するようにしましょう、はい、というですね、はい、日本文化にぴったりかなっていう、うんうん、確かにそうですね、はいはいはい、それではご覧いただきましょう。どうぞ。あなたが他の人から接してもらいたいように他の人に接するようにしましょう。今度は前向きな黄金律です。ある人がきちんとしなさいと言われて不愉快な気持ちになったとしても驚かないでください。その不愉快な気持ちはきちんとするという考えに向けられたものでは全くないかもしれないからです。実際のところそれはその人がその意味を誤解していたからなのかもしれません。何がきちんとした態度なのかについてはたくさんの対立する意見や混乱があります。教師には分かっていたとしても生徒は自分の振る舞いについてなぜそのような評価が与えられたのかが分からなかったかもしれません。行いに関する間違った情報が与えられていたり、それを当然のように思い込んでいるのかもしれません。子供とは面倒を見るものであって意見を聞くものではない。きちんとするということは何もしないでいることといった情報です。しかし完全に満足のいくようにこれを全て明らかにする方法があります。いつの時代でもまたどんな場所でも人類はある特定の価値観を尊重し敬意を表してきました。それらは徳と呼ばれ賢人、君子、聖者、そして神に備わっているものです。野蛮人と文明人との差、混乱した社会と健全な社会との差をもたらしてきたのが徳です。良いこととは何かを見つけ出すために天からの命令や哲学者たちの分厚い書物に目を通す退屈な研究は全く必要ではありません。これは自分自身で見つけ出すことができます。ほとんど全ての人がそれを考え出すことができます。もし人が自分自身が他の人からどのように接してもらいたいかを注意深く考えたなら徳を導き出すことができるでしょう。あなたが人からどのように接してもらいたいかただ考えてみなさい。まず何よりもおそらくあなたは公正に接してもらいたいと思うでしょう。人があなたのことについて嘘をついたりあなたのことを不当にまたは激しく非難したりしてほしくはないでしょう。そうですよね。おそらくあなたは友人や仲間に忠実であってほしいと思うでしょう。彼らに裏切ってほしくはないでしょう。あなたは隠し立てされたり欺かれたりすることなく正々堂々とした良い態度で接してもらいたいと思うでしょう。人々があなたと付き合うときには彼らに公平であってほしいと思うでしょう。人々があなたのことを騙したりせず正直でいてほしいと思うでしょう。違いますか？あなたは冷酷にではなく優しく接してもらいたいと思うでしょう。おそらくあなたは自分の権利や気持ちを考慮してもらいたいと思うでしょう。あなたが落ち込んでいるときには他の人があなたに対して思いやりを持ってほしいと思うでしょう。おそらくあなたは他の人があなたを罵るのではなく自制心を示してほしいと思うでしょう。そうでしょう。あなたに欠点や短所があったり間違いを犯したとしても他の人がそれに対して批判的ではなく寛容でいてほしいと思うでしょう。人々が批判と処罰に関心を向けるよりもむしろ許す心を持っていてくれたらと思うでしょう。違いますか？人々があなたに対して意地悪でもケチでもなく好意的であってほしいでしょう。他の人々がいつでもあなたのことを疑っているのではなく信頼していてほしいと望んでいますね。あなたはおそらく侮辱されるのではなく尊重してもらいたいと思うでしょう。あなたはおそらく他の人々にあなたに対して礼儀正しくまた敬意を持って接してもらいたいと思うでしょう。そうでしょう。あなたは人から称賛を受けたいと思うかもしれません。人々のために何かをしたときその人々に感謝してもらいたいでしょう。違いますか？あなたはおそらく他の人たちがあなたに対して友好的であってほしいでしょう。ある人からは愛を求めるでしょう。そして何よりもまずこれらの人々に単にそうするふりをするのではなく偽りのない態度で誠実にこれらのことをしてもらいたいと思うでしょう。
おそらく他にも思いつくことがあるでしょう。この本の中にその教訓があります。そしてこれまでにあなたは徳というものについての考えをまとめているでしょう。想像を広げるまでもありません。もし周りの人たちからいつもこのように接してもらえたら、人生は楽しくなるということがわかります。またこのように接してくれている人たちに対して、相手の人が強い憎しみを抱くというのも考えにくいことです。人間関係に作用しているある興味深い現象があります。ある人が他の人に向かって怒鳴ると、その怒鳴られた人は怒鳴り返してやろうという衝動に駆られます。自分が他の人に接するのとほぼ同じように、他の人はその人に接します。人は実際自分との接し方の見本を示しているのです。 A さんは B さんに対して意地悪だから、 B さんは A さんに対して意地悪なのです。A さんは B さんに対して好意的だから、 B さんは A さんに対して好意的なのです。あなたはこういった作用をいつでも目にしてきたに違いありません。たかしはすべての女性を嫌っているので、女性はたかしのことを嫌う傾向があります。ケンジは人に対して乱暴に振る舞うので、他の人たちもケンジに対して乱暴に振る舞いがちになります。そしてその人たちに公然とそうする勇気がなくても、機会さえあればケンジに対して思いっきり乱暴に振る舞ってやろうという隠れた衝動を抱くかもしれません。小説や映画といった架空の世界では、信じられないほど腕の利くギャング連中を引き連れた礼儀正しい悪党がいたり、実に素やで孤独な英雄がいます。しかし人生はそうではありません。本物の悪党は大抵とても不作法な人たちであり、その手下はそれ以上に不作法です。ナポレオンもヒトラーも至るところで自分の部下に裏切られました。本物の英雄とは、あなたが会った中でも最も落ち着いて話す人であり、また友人に対してとても礼儀正しい人です。幸いにもその道で一流と呼ばれている人たちと会ったり話したりすることができたとき、そういった人たちがまさにこれまで会ってきた人たちの中でも最も感じの良い人であることに人は驚きを感じます。それが彼らが一流である理由の一つなのです。その人たちのほとんどが他の人に好意を持って接しようとします。そしてその人たちの周りの人もそれに応え好意を持って接する傾向にあり、彼らの多少の欠点を許しさえします。人は自分が他の人からどう接してもらいたいかに気づくだけで、自分自身で徳を考え出すことができます。そしてこれによって、あなたも同意するとは思いますが、良い振る舞いが実際は何であるのかに関するあらゆる混乱を解決しました。それは何もしないでいることや、膝に手を置いてじっと座っていることや、何も言わないこととは大きくかけ離れています。きちんとするとは、とても活発で力強い活動であり得るのです。陰鬱で抑制された厳粛さの中にはほとんど何の喜びもありません。先人たちの中には、徳を実践するためには厳しく陰気臭い生活が必要であるように思わせ、また全ての快楽は悪から生じているとほのめかすような人もいました。これほど事実からかけ離れているものはありません。喜びや楽しみは不道徳な行為から生まれたりはしません。全く反対です。喜びや楽しみは正直な心の中だけに生まれるのです。不道徳でいることは、災いと苦痛に満ちた信じられないほどの悲惨な人生をもたらします。人間にある徳は陰鬱さとはほとんど関係ありません。それは人生の明るい面そのものなのです。さて、もし人が公正に、忠実に、正々堂々とした良い態度で
公平に、正直に、優しく、考慮して、思いやりを持ち、自制心を持って、寛容に、許す心を持って、好意的に、信頼して、尊重して、礼儀正しく、敬意を持って、称賛とともに、友好的に、愛を持ち、そして誠実に周りの人に接したら何が起こると思いますか？少し時間がかかるかもしれません。しかし他の多くの人たちも同じ方法であなたに接し始めると思いませんか？たまに起こる些細な過ちさえ許すのです。例えばびっくり仰天してしまうような知らせ、頭を殴らなくてはいけない泥棒、仕事に遅刻しそうな時に高速車線をノロノロと運転している愚か者、その人が人間関係の新しい段階へと登っていくのがかなりはっきりとわかるはずです。その人の生存能力は大いに高められることでしょう。そしてその人の人生は間違いなくより幸せなものになるでしょう。人は自分の周りにいる人たちの振る舞いに影響を与えることができます。まだそうしていなければ、一日に一つの徳をとにかく選んで、その日はそれだけを行うことによって、はるかに簡単に自分の周りの人たちに影響を与えることができるでしょう。そうすることによって、最終的には全ての徳が身につきます。個人的な利得は別にして、どんなに小さな助力であっても、人間関係の新たな時代を始めるのに手を貸すことができるのです。小石も池に落ちれば一番遠くの縁にまで波紋を届かせることができるのです。幸せへの道はあなたが他の人から接してもらいたいように他の人に接するようにしましょうという教訓を適用することによってより明るい道になります。渋谷クロス FM。 続いてのコーナーはこちら、マジハッピーゲスト。このコーナーは素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーとなっておりますが、今日はですね、3人でね、せっかくなのでゆっくりたっぷりお話をしていきたいと思います。久しぶりですね、うん、そうなんです。そうね、はい、というわけでですね、うん、はい、ね、さっきからやっておりましたけれども、あなたにとって日本文化とは、うん、ほいほいどのようなものですか。はい、うん、これを、ね、お話ししていきたいと思います。今のフィルムさ、うん、ごめんね、はい、今のフィルムさ、はい、感動した。感動した、うん、しましたね、うん、久しぶりに見たっていうか、また改めて見て感動した。そうなりたいなと思った、うん、そうですよね、優しくなろうと思った、うん、そうだね、いい子になろうと思った。本当に公正に忠実に先生堂々とした良い態度で、ね、それね、公平に正直に優しくて考慮し、うん、いやもう本当ね、これもういっぱいいいこと言ってた、本当にいいこと言ってた、本当にもう ね、なんか悪い人でいても本当に得ないのにさ、やっぱさ、うん、どうしてもなんだろう、ちょっと悪い人になっちゃう、うん、例えば照れ隠しからね、そうね、うん、そうそうそう、なっちゃう、なんかその方がかっこいいみたいなのが、うん、やっぱ若い時は僕もあったしね、うん、なんかね、でも本当にね、うん、自分がどうしてもらったら嬉しいかって話ですよね、うん、そう考えたらしゃぶりのなんか傘か、ね、貸してくれたら嬉しいしさ、嬉しいに決まってるよ、ね、水様ありがって洋服コーヒーでどうぞみたいな、うん、いやもう申し訳ない、すごいね、そう、本当にあれすごかったですね、うん、本当にすごかった、まあ、そこまでとは言わずとも、うん、本当に人に対して優しくなろうって思って、もっと、うん、別に特別今誰かをいじめてるとかそういうことじゃないけど、うん、なんかもうちょっとなんていうの、いい心を持って過ごそう、うん、本当そうだね、うん、いいね、うん、いいですね、はい、思いました、はいですね、はい、メッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。はい、中村さん、ファインのお二人、久しぶりに拝聴させてもらっています。時間が変わって仕事でなかなか聞けなくなってしまっていました。
すいません、これからも拝聴できるときは聞かせてもらいますね。ラジオネーム金星音楽団さんからいただきました。ありがとうございます。19時からになりましたからね。そうですね、時間が、ね、今19時からになっておりますので、うん、そうだね、うん、ありがとうございます。はい、というわけでですね、あともう一ついただいております。はい、はいはい、あなたにとっての日本文化とはというね、いただきました。こんばんは、毎月楽しく聞いています。さて今月のテーマ、あなたにとっての日本文化とは、日本文化と言っていいのかどうかですが、ズバリお城です。ほう、名古屋城とか大阪城とかのお城です。現在存在するお城は再建されたものがほとんどですが、当時どれだけの人が関わり、どんな思いで建築したのかを考えると胸が熱くなります。学生の時は日本史にあまり興味がありませんでした、うんうん、ですが過去にあった出来事が今の日本を作っている、それこそ日本文化じゃないのかなと感じます。なるほど。これからも楽しい番組を届けてください。 KK 娘より。 KK 娘さん、ありがとうございます。あのお城の写真付きでね、そう、メッセージいただいたんですけど、おー、はい、いただきました。ありがとうございます。はい、お城ですって。まあね、どうやって石垣積んだのかとかね、うん、すごいですね。考えるとね、うん、今はさ、もうクレーン車だなんだかんだってもういっぱいあるじゃん。だから今はなんかできて当たり前じゃないけど、まあまあだけど、うん、昔なんて多分そんなのないじゃん、きっとさ、ね、はしごとかそんなのをさ、うん、めっちゃ高くまでやってとか、そういうレベルじゃないです、ね、多分人力でなんとかこうね、そうそうそう、機械なんて多分そんなにいいじゃないけど、うん、でもこのお城っていうのも、まあ多分世界各国にいろんなお城があると思うんですけど、うん、うんうんうん、あのなんていうの、シンデレラ城って言っていいのかな、あのテンみたいな、そういうあの洋風なじゃなくてこの和風なお城、ね、あの瓦とかを使ってる系ね、そうそうそう、いや確かに、あれを見ると、あ、日本だなっていう感じはしますよね。するね。そうね、うん、する、うん、いいですよね、なかなかいいお城、うんうん、ちなみに好きなお城とかはあったりしますか？好きなお城、好きなお城、はい、特に僕はどのお城が好きとはないんですけど、はい、僕生まれ名古屋だから、はい、まあその今 KK 娘さんが言った名古屋城、はい、うん、名古屋城は、ね、まあ、親しんでたというか、うん、金のシャチホコは有名ですけどね。いや、はい、ファインでライブで遠征行った時、名古屋城を見に行きましたね、うん、今ね、行きましたね、今なんか名古屋城さ、うん、なんかあのおもてなし武将隊とかいるでしょ、おもてなし武将隊、うん、徳川家康に扮したり、はい、信長に扮したり、なんか加藤清正さんに扮したりみたいな、あの、あの戦国時代の武将がちゃんとあの、はい、その鎧を着て、はいはいはい、なんかあの何時間に一遍パフォーマンスしたり、はい、すごい、その時に、それをね1年間ね、うん、あの確か応募者の中から選んで、はい、はい、信長役とか決めてやってるんですよ、いいですね、すごい、年俸いくらか分かんないですけど、うんうんうん、面白そう、ね、でもいいですよね、こういうのをきっかけにね、先ほど書いてありました、うん、学生時代あまり日本史が好きじゃなかったけど、そうね、まあお城見るとなんかこう日本史のこう背景がこうだってこう、うん、分かったりすると面白いでしょうね、確かに、うん、確かに、はい、黒沢さんにとって、はい、日本の文化とは、日本の文化、はい、日本の文化とはって言われると、うん、うまく答えられないけど、うん、日本ならではの文化って言ったら、うん、自販機じゃないですか、うん、なるほど、だってやっぱ自販機、ほら私たちはもう、うん、生まれた時から自動販売機は、うん、もうそこら中にあるのが当たり前じゃないですか、うん、確かに、だけど、うん、そ、後々そう成長していくうちに知ったのは、うん、その海外では日本なんてなんだっけ、自販機があることが信じられないみたいな、ね、うん、防犯の観点からみたいな、ね、そうとか言って、日本は、まあ、もうそこら中にあるって、だってもう私たちの視界に今入ってるのがまず3つあるからね、確かにここからも、ね、見えますからね、そうそうそう、うん、だからそれ考えるとやっぱ自動販売機とかそういうなんだろう、防犯がしっかりしてるじゃないけど、うん、治安がいいとされてますもんね、うん、日本ってね、うん、そうそう、だからそれはある意味日本の文化と言えるのかな、うん、みたいな感じはする、うん、自販機壊すだけじゃないからね、うん、それごと持ってっちゃうからね、でだからもう聞くじゃないですか、でも、うん、そんなの私たちはまあ、もしかしたら過去にあるかもしれないけど、まあ、見たことはないじゃない、そんな光景もだし、うんうん、だってあったら多分置いてないもんね今ね、うん、こんなにね、うん、だそういうその日本の、うん、まあ、ちょっと安心安全とかそれならではのものは、うん、結構あるんじゃないかなと思います。そうですね、うん、はい、中村さんはあなたにとって日本文化といえば、はい、僕はさっきのね、うん、KK 娘さんにも似てるんだけど、はい、僕ね神社、あ、
神社ね、うん、なんか好きなんですよね。なんか神々しいですよね。行くのは好き、うん、で神社ってほらあの日本固有のものでしょ、うん、お寺はさあの仏教でインドが発祥で、はい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 、中国から日本に渡ってきたでしょ、うん、で神社って日本オリジナル、オリジナル、うん、なんですよ ね。だからなんか日本文化が詰まってるって感じがするんだよね。ああ、まあ、言われてみればって感じはする。なんか神社っていうと、うん、どこですか？今パッと今出てこないわ。今伊勢神宮が、まあ、一トップだよね、はい、で出雲大社とか熱田神宮とかも、はい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 、で全部日本で8万か9万あるんだよね神社って。そんなにあるんですね。でそれは神社神庁っていう宗教法人で全部まとまってるわけだけど、うん、面白いのはね、はい、教祖もいなければ、はい、書かれた経典もないんですよ。ほう、それってすごい日本っぽくないですか。あ、そうなんですね。あ、じゃあこうなりに習ってこうしなさいああしなさいではなく、あ、うん、はい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 、あ、自分の中にもうあってみたいな、とにかく書かれたものに従ってみたいな、そうあんまりなくて、何はダメです、何をしましょうではないってことですよね。おで誰がその教祖様もないっていうね、とてもなんか日本っぽいなって僕は思うんですね。すごいですね、うん、そう言われてみるとそうすごいわでなんか生活の中にも届け込んでるじゃない、うん、その初詣行ったりとか、うん、七五三やったりとか神社でしょ、はいはいはい、確かに確かに、なんかあの豆まきも神社で、確かに豆まき神社だっけ、なんかでもそれもやってるんですとこもあるんじゃないですか、場所によっては、うん、なんかね、うん、好き確かに。だから今あの天皇家もね、はいはい、要するに神あの全てなんかしきたりとしてはさ、はい、神社のその様式で、うん、神道の様式でいろいろ即位式とかいろいろやるじゃないですか、うん、確かに。でそういう意味で、まあ、日本っていう感じが僕はするんだよね。それこそあれですもんね、天皇も日本の文化ですもんね。そうそうそう、まあ、まあ言われてみれば確かに、うん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 、っていうことで、なるほど、面白いんですよ、面白いですね、うん、背景がね、うん、なんかもう日本の文化の話になるからってなる、うん、俺もちゃんと調べたんだよ、うん、で一番さ、あのネットの一番上に出てきたやつね、うん、あの衣食住生活、うん、で出てきて、衣、うん、が十二人へってやつ、ね、20枚着るみたいな、うん、あれ20キロあるんだってね、だからもう歩けないよみたいな人もいたらしい、確かにひっくり返っちゃいそうだよね。そうそう、あと、うん、着物でしょ、うん、浴衣でしょ、うん、下駄でしょ、うん、扇子でしょ、うん、風呂敷とかは日本の衣の部分ではないかと、うん、そうで食、おせち、あ、おせち、刺身、あ、お刺身、寿司、うん、そば、うん、天ぷら、うん、もうこれも食で出てきた、いいね、確かに日本食いろいろあるもんね、うん、で、うん、そのネットで調べた中で、うん、そのなんだろう、ここにだからまあ私たちみたいな感じ自分が思う日本文化みたいなやつで言ってる人がいたのは、うん、卵かけご飯、うん、で最初意味が分かんなくて、どういうことだろうなって思ったのは、うん、やっぱりその他の国とかだと、うん、卵を生で食べるっていう習慣がまず少ないのではないかと。なるほどね、確かに。その生卵を使って、うん、普通にご飯にもただかけるだけじゃないですか、あれを、うん、別に何も調理もせずに、それができるのは日本のやっぱその衛生面とかそういうのがちゃんとされてるからこそのものではないのかみたいな。あ、生ってだってあんまり食べないもんね、海外で。そう聞くとやっぱ寿司とかもやっぱそうじゃない、ね、刺身とかもだけど、うん、それはまあ結構割と普通で、海外の方になんか質問すると寿司がどうとかよくあるけど、うん、卵かけご飯めっちゃ普通によく食べてるけどみたいな、そう答える人はいないよね、やばい、うん、でも確かに言われてみれば、うん、だってお米にただのあの生まれた卵をやってるわけだから割ってね、そう、まあ、出汁かけたりとか、まあ、それあれにしても火通さないんだもん、うん、卵かけご飯そうじゃんと思って、確かにそうだね、うん、面白いね、そういうのもあるね、うん、まあ、あと住まいはまあ縁側とか枯山水、障子、畳、はいはい、襖、床の間っていうのもあるんで、いい、ね、でそれ以外にはやっぱまず靴脱ぐじゃん、私かそう、そこはね日本だよね、履いてるもんね、やっぱ洋画とか見ると
だからびっくりする毎回、うん、いや土足と思う。あでも分かる、うん、ホテルとかに泊まるときって、うん、なんかちょっとどこで靴脱ぐんだろうみたいなあるよね。あるよね、その確かに玄関がある場所とかもあるけど、そうそう、あの洋室のところとかだと、そうそうそう、和室だとまあ脱ぐところがあるけど、うん、洋室だとあれだからないよね。ファインの遠征とか行ったときとかもちょっとなんかあのそわそわしちゃうもん、 どこで脱ぐんだろうみたいな。だからなんだか知んないけど、みんな別に入り口で脱がなくていいのに入り口で脱いで端っこに置いとくみたいな、うん、っていうのがなんかやっぱりさそれってその何外の世界とこう中の世界ときっちりこっからねみたいなのが日本ってあるんじゃない、うんうんうん、確かに、うん、だからそれがないとさ、うん、こっちが戸惑っちゃうみたいなさ確かに清めるんだよあれ多分玄関で。あ確かにお塩持ってた、盛り塩とかしてたりとかね。はい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 、うん、あねこう考えてみるといろいろありますね、ある日本文化って、うん、面白いよ日本ってだから、ね、うん、まあいろいろねこれを皆様ね、はい、ぜひ考えていただいてですね、いろいろまたね日本のいいところだったりとかを再確認していきましょう、うん、あれでしょ、はい、だって靴脱ぐのって東洋はみんな靴脱ぐわけじゃないじゃない、うん、日本ぐらいでしょ、うんうん、確かに中国だって脱がないからね。そう、そうですよね、実は調べてみたらいっぱいね日本の文化ってこれもそうなんだっていうのがあるかもしれないから、やっぱりそれね、まあ、今日だから、うん、神社だよ、そう神社についてもみんな調べてもらってもう本当今日だから、今日文化の日だから、うん、でもそれこそさなんか調べてこんな面白いなったよみたいなのあったら、うん、またぜひねメッセージでお送りいただければと思いますし、はいはい、あとねツイッターもあるので、うん、ツイッターのリプとかでもね、うん、マジハピの調べてみたよ、ツイッターに、ね、送っていただければと思います、はい、お願いします、はい、ぜひぜひお知らせください、うん、はい、というわけでですね以上マジハピゲストのコーナーでした。はい、渋谷クロス FM。続いてのコーナーはこちら、マジハピ渋谷ガイドのコーナー。このコーナーは渋谷にある素敵なお店イベントを紹介するコーナーです。というわけで黒沢さん、はい、あと3分くらいです、よろしくお願いします。3分、もうびっくりしちゃった。皆さん、うん、モッパンって知ってます？モッパン、モッパンなのかモッパンなのかわかんないんだけど、何モッパンってっていうのは、韓国の若者の間で定番の食べ物を楽しむ姿を映した動画ってことらしいです。だからただ例えばメリサちゃん焼きそば好きじゃないですか、焼きそばを食べてる、うんうん、食べるのを楽しんでる姿を動画に映すっていう、それがモッパンって韓国の若者の間に流行ってるらしいんですけど、モッパンって韓国の言葉？そうらしい。あ、そうなんだ。そうそう、でこれは韓国文化ですね。そうで、うん、もうそのモッパンステーションっていうのが今渋谷の109でやってるらしくて、うん、だ昨年も開催されたらしいんですけど、それが好評だったってことで今年もやってるらしく、うん、一応1月の16日までやってるらしいんですけど、うん、まあ人気の、まあ、マンドゥルカップやヤンニョムチキンのほか、はい、ロデトッポギ、ミチョティラミスなどのグレードアップ、いたちょっと興奮しちゃった、はい、そうなんかグレードアップした商品がいっぱいあるらしいんだけど、うん、そのマンドゥっていうのが韓国の餃子、うん、みたいな感じらしい。餃子好き。そうそうそう、それとか、うん、あとまあヤンニョムチキンは一口サイズの揚げたてチキンに甘辛ヤンニョムチキンソースをつけるとか、そう、あとなんかチュモッパっていう韓国風のおにぎり、うん、ビビンバの素を使ったおにぎりとか、なんかまあ本当に、まあ、韓国でまあ流行ってるものとかが、うん、そのモッパンステーションでは提供されてるらしくて、うん、そのミチョっていうフルーツの そのままの味わいを生かしたフルーツビューティービネガーっていうのがあるらしい、まあ、酢だね、うんうん、それを使った、ね、まあ、ティラミスとか、だからそういうなんだろう、美味しいだけじゃなくて健康にも良さそうなやつとかも、いいよ健康に、そうで多分、うん、食べ物の動画を楽しめてるぐらいだから、多分インスタ映えもできるみたいな、うん、そうそう、すごいね、それが今あるらしくて、ね、まあ、渋谷の109にあるらしいのでね、うん、あのぜひね、うん、美味しいし可愛いし綺麗だし、きっと動画も映えるであろう、うん、この商品を食べてみてもらいたいね。でもさ本当に何でしょうね、あの飯テロと言われるもの、そうそうそう、動画、食べ物の動画見ちゃうと、うん、いつ何時だろうがお腹空いちゃうよね。お腹空いてくるもん、ね、あれさっきまでお腹いっぱいだったはずなのにみたいな。テレビ番組でも多いよね、あの、うん、食べ物なんか食べて歩く番組みたいな。そうそうそう、でそれの動画がその若者の中でもこう流行ってるっていうのが。あ、そうなの。そうです、そうです、本当ただただ食べてるだけの動画みたいな、特にそのあのとにかく食べるだけの。そう、なんかほら、なんかこれはこうでああでとかじゃなくて、まあ、まあ最初には紹介するだろうけど、うん、食レポがメインってよりも食べてる姿がメインみたいな、そういうのがあるらしいので ね、 いいかもしれないね。あの、皆さんでもそしたら大橋あのツイキャスとかでやってるかも。そうそうそう、大橋が焼きそばを食べるっていう、そうそう、それもある意味その流行りのやつですよ。
そうそう、あ、大橋さんがね、あの野菜、うん、野菜じゃない、焼きそばを食べてる姿みんなツイキャスで見れるそうなので、よかったら見てください、うん、食レポがメインじゃないか、はいはい、勝手に私が焼きそばを食べてるのがいい、そう、なので、はい、まあ今日紹介したのは、まあ、渋谷109でやってるモッパンステーションでした。はい、はい、というわけで以上、マチハク渋谷ガイドのコーナーでした。渋谷クロス FM。 はい、あっという間にエンディングのお時間が近づいてまいりました。あっという間、そう、告知をしたいことがたくさんありますので、はいはいはい、はい、まず私からいきますか。中村さんから、はい、超大事、うん、ですね、このマジハピー渋谷ラジオ、はい、この番組ですね、これをまあ、あの 別バージョンというか、はい、2週間後の水曜日に、はい、まあ、自主配信するツイキャスでね、はいはい、配信をしようということになりました、はいはい、ラジオ飛び出します、で、うん、そうです、で第1回のがですね、はい、11月17日の水曜日です、はい、11月17日水曜日、はい、でスタート時間はこの番組と一緒19時ね、ほう、で終わりは少し長いかな、20時半ぐらいでしょう、はいはい、ということで、はい、うん、まあ、同じメンバープラス、はい、ちょっとですね思考を凝らして、はい、生配信番組をやろうということになりました。はい、はいはい、で、まあ、第1回をねぜひ見ていただいて、はい、あ、この番組なのかなとか、うん、これからどうなっていくのかなとか、うん、そういうことをまあ想像していただいて、ぜひですねファンになっていただきたいというふうに思います。はい、はい、あの、街ハピーキャンペーンというツイッターですね、あ、そうですね、のアカウントから配信がありますので、ツイキャスの配信があります、はい、なので今のうちにですね通知設定、サポーター登録、ツイッターのフォローまだの方はですね、うんうん、街ハピーキャンペーンで検索していただければと思います、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、はいはい、で大橋からもあります。いや、すごい大事な告知、こちらも大橋舞台に出演をさせていただきます。わっしゃい、はい、というわけでインサートをこちらをどうぞ入れていただき、そうです、こちらです、はい、12月18日水曜日からですね12日日曜日まで俳優座劇場にて令和版そして龍馬は殺された、幕末もんだけどアルゼンチン単語から歌謡曲まで何でも使ってもいいよねという舞台に出演をさせていただきます。こちらなんですけれども、もうコメディ作品です、うん、笑えるのでぜひ見に来ていただければと思います、うん、そうだよね、幕末もんだけど、はい、アルゼンチン単語からってもう言ってる時点何でも使っていいよねって言ってる時点でもうコメディなのがもう分かるぐらいだもんね、はい、うん、令和版になってますので、ぜひ皆さんですね、足を運んでいただければと思います。盾あり、ダンスあり、笑いあり、いろいろやりますので、ぜひ皆さん足を運んでください。詳しくはですね、カンフェティというチケットサイトから大橋のチケットゲットできますので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いいたします。去年はできなかったのかな。そうなんですよ、一昨年はやっていただいたんですけど、ね、うん、はい、今年も出演をさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、あとですね、もう一つ、はい、ファッションショーが12月にあるんですよね。そう、12月の19日の日曜日にですね、うん、ドクタージーカンズ、はい、そうです、そう、渋谷にあるんですけど、うん、そちらの方でねファッションショーを開催されますのでね、うん、ぜひ皆さんそちらに来ていただけたらなと思います。はい、はい、まあね、いろいろ詳しい情報なんかはツイッターの方でね、うん、随時お届けしていきますので、はい、ぜひこのマジハピキャンペーン含め大橋みりさん、あと黒沢愛理のねツイッターもフォローしていただければと思います、うん、はい、あと毎週日曜日にやってるパッションネ撮影会なんかもね、はい、ぜひぜひ、そう、毎週日曜日、そして、第2第4土曜日のね、はい、まあ、そちらも開催しておりますので、ね、うん、時間は、全部13時からスタートです、はい、そう、13時からスタートなので、うん、皆さん土曜日も日曜日も13時からだから、みんな来てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、もう一度ね、アナウンスをしますと、11月17日ですね、はい、こちらのこのマジハピ生チャンネルですね、拡大バージョンね、はい、マジハピ生チャンネル、はい、うん、ツイキャスの方で配信をする予定ですので、はい、はい、どういう内容になるかは見てのお楽しみです、そうですね、よろしいですか、はいはい、もうこれから楽しい番組にするように考えて、うん、はい、見ていただければ、あ、面白かったなと思える番組にしますので、はい、ぜひ見てください、はい、ツイキャスのアプリ、無料のアプリも、はい、見る専用のアプリもありますし、うん、あとはツイッターでも、うん、ポチッと押すとですね、動画が、ね、流れたりとかするので、うん、まあ、いろいろね、ご視聴の方法がありますので、うん、皆さん見ていただいてですね、コメントなどしていただけると嬉しいですね、うん、そうですね、はい、まあ、ツイキャスに関しては大橋も黒さんもね配信してたりするので、うんうん、そちらの方も合わせてご覧いただければと思います。はい、はいはい、まあ、随時ツイッターでね告知をします。はい、マジハピキャンペーン、ぜひねこちらのツイッターフォローをよろしくお願いいたします。お願いします、はい、というわけで
あいろいろ言いたいことは言ってそうですね。今日は盛りだくさんでしたが、あの中村さんも言いそびれてることなどありませんか。いやもうその新しいその第3水曜日の19時から、はい、これをまあ定期的にずっとやっていきたいと思いますので、はい、はいはい、それをどのようにそれがどのようにこう変わっていくかっていうのもですね、うん、見てほしいなと思います、はい、ちょっと計画的になってますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで今日はこの3人でお届けしました。自己紹介をしておりましょうか。黒沢愛理、はい、そしてはい中村敦史でした。はい、パーソナリティは大橋めりさでした。それでは皆さんまた来月第1水曜日にこちらでお会いしましょう。それではさようなら。ありがとう。